安藤信武は、江戸時代後期の大名、道の区国岩北平藩七代の藩主。官位は、十五位下、津島守、津島守系安藤家十二代、一心五地藩寺嘉永二年十月十日、品の国岩村田藩主、内藤忠信和の着男、内藤正義の三男として誕生した。文久三年に、重慶の岩北平藩六代藩主。 安藤新民が溶接した際、母が四代藩主、安藤信義の娘であったことから、隠居の叔父安藤信正によって七代藩主として迎えられ、同年10月2日に家督を継いだ。しかし、若年のため、藩政の実権は信正が掌握していた。なお、岩村田藩主を継いだ兄、内藤正成は、信正の娘を正室としている。また、 正成のリの婿養子の内藤忠臣は、戦災の死後に信武の娘と再婚した。慶応4年の母親戦争で、在国していた信政は、砂漠派として、新政府と敵対したが、信武は3月に上京し、4月には、15位した、津島守に除任され、5月には新政府に教順する、ことを誓っている。明治元年12月7日、 信政が新政府と敵対したことから、信武は、禁止を命じられた。また、陸中国岩井軍3万4000国への違法も命じられた。それに対し、信武は新政府に、給料復帰を働きかけた。明治2年8月3日、7万両の献金と引き換えに、信武は給料に復帰し、8月19日には、反席奉還により、地範事となる。 明治4年7月15日、廃藩地県で面刊された。同年8月10日、東京に移住した。明治5年5月18日、隠居し、養子の新種に家督を譲った。その後、学習院教授となったが、晩年は、岩木平に戻って明治41年5月24日に死去した。去年60、ありがとうございます。